岡山県津山陸上競技場は岡山県津山市市戸辺の津山スポーツセンター内にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は岡山県が所有し津山市教育委員会スポーツ課が指定管理者として運営管理を行っている。東京議場は平成6年に岡山県によって設置された県北部を代表する。 陸上競技場で、三正か地方や県北を対象にした大会の主会場として使用され、全県規模の大会に使用されることもある。メインスタンドには会議室、医務室、トレーニング室、広域室、写真判定室、放送室、特別室、記者室、身体障害者席等を備え規模の大きな大会に対応可能。設備など2008年から2012年まで、 ファジアーノ岡山 FC が年に1から2回公式戦を開催していた。ファジアーノが J2 に昇格した2008年当時、県内で J2 開催基準を満たしていたのは、頑固スタジアムだけで、2009年5月30日の湘南ベルマーレ戦割った競技と日程が重なり、特例として行われた。2009年秋に岡山県は縦の芝生部分を1メートル長くすると同時に、 張り替えを行った。この改修により本施設は j に開催基準を満たした。なお、照明の明るさが基準に足りないためデーゲームで開催された。J リーグクラブライセンス制度が導入された2013年以降、トップの公式戦開催は2015年の1試合のみとなっている。なお2014年から2016年までは、ファジアーノのサテライトチームであるファジアーノ岡山ネクストが 日本フットボールリーグで主催試合を行っていた。津山陸上競技場メインスタンドハット ABCDE スタジアム津山。日本フットボールリーグ2014年5月5日閲覧。ありがとうございます。